もらったのは、まあ、多分これ、あれ、はい、タックル警戒してるんで、ね、蹴ろうと思ったら、ガーンってしまった。やっぱマジで、マジで解説するところを、はい、あの、まあ、撮ってもらって、はい、今日はね、あのこの間東京ね、はい、勝っておめでとうございます、はい、ありがとうございました、ね、それでもうすごい強い選手に勝ったんだけど、ちょっとあのキックボクシングからあの MMA 来て、はい、久保君が高橋選手に勝ってたって本当にすごいことなんだけど、はい、そのね、やったじゃない、やるときに、はい、高橋選手レスリングも強いから、はい、レスリングで対抗しちゃダメとかさ、はい、もう絶対勝てないから、はい、レスリングでやって、例えば久保君と俺らが打撃で勝負って言っても、はい、自信あるじゃん、はい、絶対勝てないから、はい、そのキャリアの差を、ね、埋めるのって、はい、レスリングにはレスリングで付き合わないみたいな方が絶対いいから、一番俺がやられて嫌なやつを久保君にあの伝授してたと思うんですけど、はい、それね、うまく出せた部分と、あと出せない部分もあったんで、はい、ちょっとあの技術ね、あの解説ちょっとしていきたいと思います。この間ね、でこの間のやつだったら、まあちょっと俺はオーソでやるんだけど、はい、相手がさ、刺してガッとこう刺していきたい、はい、で金網側にさ、こうやって来るじゃん、はい、で来られる前に久保君だったらサウスポーだから、サウスポーオーソドックス、俺だったらオーソドックスだから、その金網に行ったらまずいから、オーソドックスにして、この脇の下の手、これを自分の肘に、肘を体につけるように、これ入れ替える。でこれがさ、この間とさ、はい、ちょっとさ、こっち側にさ、来た時に、はい、こういって、また打撃に変わったり、はいはい、そういう良さね、あったから、この大外も、ここがどっちもできるから、はい、こうやったら、今のやつで、こっち側に来て刺して、方向転。まあ、これはすごい良かった、はい、あそこの部分で。あれさ、あんまりこう技術展開の中で、はい、みんなさらっと流してたけど、はい、あれはすごいいい技術だったよ、実際、はい、どうかすから、ね、直前にその何回も直前に、ね、やったよね、はい、まあ、これぐらい来るなと思ってたんで、はい、それこの鏡に背負う展開があまりなかったっていうか、はい、あれは手放された時ぐらい、そう、はい、ね、一回手札されたじゃん、はい、あれのね、やつやると、はい、まあ、ここまで来ちゃったと、はい、で、下に来た、はい、下に来た、で、この場合だと例えば久保君だったら、まあ、こうやって来て、はい、こうオーバーフックしたかった、はい、こう来てこうやるときに、もうクラッチ組まれちゃったら、はい、これどうするかっていうと、まあ、あんまりないんでね、はい、クラッチ組まれちゃうと足束ねられちゃってるから、はい、あとはこの間引っこ抜かれて、はい、ね、このまま倒る、この、はい、倒る、こうやってたら、この行く前に、この間だったらオーバーフック入れたかった、はい、こうやって入れたいからこっち側にして、はい、してる間にクラッチ組まれた、はい、だからこれはこっち側にやるのも大事なんだけど、やるのと同時にこのクラッチされないように手首を持っとく、はい、じゃあクラッチ組んで組めない、はい、これ組ませなきゃいいよ、これで切れたんです、はい、であとは足をなるべく金網の方に近づけておくと、あとスタンスを、はい、これで相手このまま、はい、でライジンなんか結構展開あのないストップしてくれるから、はい、だからここでもう構わず、はい、で必ずこう打撃を入れていくと、はい、なんか久保君すごい良かったじゃん、はい、切ったら反対側の首相撲で切る、はいはい、そしたらこう打撃を入れていくと、まあ、大体相手焦ってさ、あのミスを犯してるから、はいはい、取れてないのに、はい、ダブルレッグ切り替えたりとか、はい、展開早くしてくれるんで、まあ、そこで切る。それとさ、今のやつは切るでしょ、はい、あとは刺しを首相撲で切り返す、はいはい、これ作戦だったじゃん、はい、これは、まあ、首相撲は久保君うまいからさ、はい、レスリングで刺してきた、はい、刺してきたら刺し返す、こういう練習やるじゃない、やったじゃん、はい、でもこれ今は練習やる必要 あるけど、はい、試合、ね、対高橋戦だったら、はい、やっぱ刺し合っても、はい、勝てないから、はい、だからもうこういう感じね、はい、でね、全部肘を中に入れてって、はい、入んない、はい、うん、これ
この辺、はい、で体入れ替えた方の奥の方の膝を入れるとか、はい、やってたよ、はい、これがまあやっぱドンピシャに入ったん で久保君やっぱここの硬いんだよね全部ね、こういうところが久保君すごい硬いから、はい、これでブロックできるし、ローもカットは相当効いてたでしょ、はい、相手グリッて指差したらそうでしょ、あはい、いったなと思って、グリッて久保君のやっぱそういうなんか体の力っていうか硬いよね、はい、こういうところ使わないじゃん、なんか全部やってて硬いなと思って、はい、足、すねも硬いですよ、すねも、はい、ね、だからそういう面がすごい生きてたと思うね、で、一個、その、はい、倒されちゃった、この間金網だったから、はい、例えば金網でこうなったじゃん、はい、ね、倒されたらここに入れるよりもやっぱ横にこうやってずれた方が、はい、やりやすいね、ここだとさ、はい、なかなかこう展開なくなっちゃうじゃん、はい、で一番ダメなのはこれ足伸ばしちゃう、うん、足伸ばしちゃうともう動き取れない、はい、でまず足は自分のお尻の方にこういうぐらいここだと、で金網だともうこのまま動きなくなっちゃうから、はい、まあ、このまま金網に寄りかかって立つっていうのもあるんだけど、まあ、それとこれはね結構ね金網をねなるべく使わないと。金網を使う技術長けてる人結構多いから、はい、金網も無視して、はい、で俺はオーソドックスだったらこっちの久保君逆に、はい、こっち側向いて、でなるべくこの胸と胸合わされたら、はい、もう、はい、きついじゃん、はい、もう立てないから、はい、胸と胸合わせないように相手を下にずれて、でこうやってずれる、で立つ、今日やったやつは、はい、今日の練習でやったじゃん、はい、からタックルドーンって取られたら手をまず、でオーバーフック打ちたいからここでこっち側オーバーフック、でこのまんま、はい、まあこういう技術だよね、足をさ取られたらさこのまま、あっ届かなきゃ逆だ、こっちだ、はい、サウスポーの人前足取られやすい、そしたらまあクラッチなんだけど相手こういう動き、そう、これで、はい、逆取られても一緒、はい、逆をたまに取られちゃう場合、はい、じゃあ手を、まあ、クラッチなんだけど、たらこのままでスプロールの状態、今だったらまあ俺だったらこうやってさダブルレッグじゃなくて肩こういうのあるじゃん、たら足を必ず自分の方で、手はこういうねグリップして作って足を後ろでちょっと頑張ってね、こう起き上がってから回して作ろう、これで切ったら手をこんで回す、まあ、これはねやらないとこのまま手が邪魔してくるから離して、で回ってこれでブロックしてくるんで、ここに置いておくと肘の上ぐらいの、そうするとこれ使えないから、でこのままバック回りやすい、で右も左もできる、こういう技術、どんどんタックル切る技術今上がってるから、はい、久保君にしてね、はい、これでやっていくとどんどんタックル切れて、はい、久保君の、はい、やっててやっぱこの位置の久保君すごい自信持った方がいい、はい、強いから、はい、でもさ組怖いなと思って下がると、はい、あ最初の方もこうなっちゃって、はい、久保君が最初来た時全然まあはっきり言ってやっぱ やられまくったじゃん僕分かりそうでした、はい、打撃ももらっちゃうじゃん、はい、なんかもう このフェイントでさ、はい、こうもらっちゃったりとかしてたから、はい、今はさ距離感ちょっとつかめた、はい、タックルもある程度来ても処理できるっていうので、もう高橋みたいなのはもう相当日本でもトップの選手だからさ、一ラウンドそれでやっぱ自分もこう慣れてふわふわしちゃったというか慣れて、うん、あれでフィントでからバンでそれをもらって、あれ入ったよね、あれ入ってきたもんね、はい、はい、うわってそれ気をつけなきゃと思って、うん、ちょっとほとんどでもあれだけ、はい、あ、そうですね、はい、それからちょっと修正2ラウンドから、うん、それも来てもいいように、うん、一応ブロッキングするとして、この間の試合で言うと、はい、やっぱりそこ今のレスリング的な技術は今のやつね、刺してきても全部このブロッキング、首相撲で対抗すると、はい、レスリング対首相撲、はい、
で、あとはその切った後の攻撃がすごい良くて、相手オースだったもんね。だからこっちだから三日月めちゃめちゃ入っちゃう。はい、あれもっと倒れるのかなって思ったら全然倒れてる。高橋先生、体めちゃくちゃ強いと思う。食体ですね。体もやっぱり機械だし、はい、で、あとは打撃もうまいから、はい、あの MMA の中で打撃トップ、はい、トップ級の選手だから、はい、だからあそこまでいけたと思うけど、はい、もっと自信持っていけると思う、はい、高橋先生強いから、はい、で、こっち側の膝でね、膝も打たれて、はい、この変化も相当入ってたし、はい、あと三日月ってすっごい嫌だから、はい、ボディにあんま慣れてないと思って、はい、MMA の選手ほとんど顔面じゃない、はい、やっぱり強豪みたいにボディの膝とか打てる選手は、はい、余計入りづらくなったから、多分最後それもあって入ってこれなかったと思う、はい、最後なんか自分もちょっと狙いすぎてしまって、うん、1ラウンドにその嫌だから多分下の目のタックル来てくれた、うん、それをになんか合わせようっていう、事前にこの練習結構してたんですか、うん、あれを入るかなと思って結構狙いすぎてしまって、低いタックルを、うん、そしたら低いタックルは来ないみたいな感じで、それでちょっと終わってしまったっていうのが反省。確かにね、はい、でも相手もいけるだったんじゃないやっぱり、はい、結構さ、組んでさ、ダメだった、はい、組んできて久保君が首相撲で対抗した後に膝が結構入りしたじゃん、はい、で、離れたら三日月で、近づいたら膝で、はい、やっぱりね、タックル入る側からすると、はい、まあ、こっち側じゃん、はい、これはもう怖いし、はい、で、多分プランだと、はい、あれだよね、はい、こっちに入ってたじゃん、はい、こういう練習相手してるっぽいなって思ったから、はいはい、ね、こっちもやってたけど、はい、試合ってさ、まあ、自分の一番得意なやつが焦ったりとか疲れてきたりとかしたら出るから、はいはい、やっぱ最後こっちだったんだけど、はい、まあ、こっちも久保君の膝を警戒して、はい、もう入れないから。だって本当だったら相手でさ、もっとさ、はい、テイクいかないとダメな感じだったじゃん、はい、3ラウンドにはもっと来てくれるのかと、うん、でもやっぱり行けなかったからさ、いかなかったから、はい、そこはまあ反省っていうよりもこれからどんどん、はい、プレッシャーかけていくのがいいよね、はい、対グラップラーが多いじゃん、どうしても、はい、最後のところで僕がこう空振りみたいなのをボーッとしちゃってパッてやって、そこからバック疲れ、あああれはね、はい、あれは僕も疲れてたもんね、あ、はい、集中力がちょっと、これで、はい、でも簡単に寝なかったじゃん、はい、でもバック肘もやっぱすごい有効だと思うよ、はい、やっぱこうやってしがみついた時にはこっちもいけるじゃん、はいはい、だから肘って言ったらやっぱここでやった時、はい、やっぱり雷神だけじゃなくてもそうだけど、はい、フィニッシュを狙う行為っていうのはやっぱ審判に消化されるじゃん、はい、まあ、こうなってもたましがみつくだけじゃなくてこっちの肘狙ったりとか、はい、これ全然いけるから遠くのところだから肘とか、はい、これでちょっと嫌がってこう離れて、そう、うん、こうやって離れれるし、はい、あとこれだったら、はい、例えば肘狙って、はい、で嫌がったら、はい、こうで頭多分下がると思うんだよ、はい、上がったらこうやられちゃうから、はい、下がったところにこうバック、はい、これ入れれる、はい、うん、こういうのとかも全然入れれる、はい、この間の試合で言うとそういうの、はい、今だからこの間の試合はさ、オーバーフックをするなって言ったじゃん、あ、はい、刺されるけどオーバーフック、はい、したらやっぱやられちゃうから、はいはい、うん、やっぱオーバーフックでさ耐えてるだけでもさ、はい、クラッチ強いから、はい、でもやられちゃうと思うんだよね、はい、だからしないで全部これにした、はい、でも一回バック回られちゃったら、はい、バック肘から逃げるのはオーバーフック、はい、でオーバーフックから、はい、顔をどこにさ、こっちね、これ大事、はい、上手やるときこっちでこうやってやるやついないじゃん、はい、横向けたら力入んないから、はい、ここでバンザイして、はい、肘入れる、はい、これはもう板についてるよ、必ず右ね、はい、一番最初に教えていただいた、うん、これよく首でやるっていいんだけど、はい、首関係ないから、はい、耳、ここの耳、はい、で置いてここに、はい、うん、いいよ、はい、これなかなかいけない、はい、上ってやるときさ、やっぱりこうやってダンベル、何でも全部こうやってやるじゃん、はい、横向いてやらない、はい、だから必ず相手、力出ないように、はい、そういう動き、これからね、コツコツやってれば全然上いけるから、はい、もうチャンピオン狙って、はい、やるよね、なんか自分の中でも少し見えてきたというか、そうね、はい、俺もなんかこれいけるかなと思ってる、この間の試合で、ありがとうございます。じゃあ、うちの、 あのチャンネルでちょっと久保君の技術解析
けどね、はい、ちょっとやらせてもらって、次がちょっと久保君の対談みたいな感じで、はい、よろしくお願いします。じゃあお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。